ったね、沼津の花火大会。そうね、いろいろあったけどいい思い出になったわ。今度はみんなで見に行けるといいな。あ、でもさすがに次も浴衣を貸してもらうわけにはいかないよね。ずいぶん気に入ったのね。だってすごく可愛かったんだもん。まあ気持ちはわかるわよ、なかなかのクオリティだったし。試着の時も花火大会当日も浴衣を着た途端にワクワクする気持ちが湧いてきたんだ。夏が来たって感じがしたわよね。衣替えした時とも違う気持ち、不思議だわ。普段は着ないものだからかしら。そうかも、ステージ衣装を着た時と似てるの。いや、さすがにステージ衣装とは違うでしょう。でも、いつもと違う時間が始まるとは思うかもね。うん、ワクワクドキドキする気持ち、また来たいな。どこかでお祭りやらないかな。お祭りがないと来ちゃいけないなんてルールはないでしょ。うかうかしてると夏が終わるわよ。どうしても気になるなら、そうだわ、ステージの上で着ればいいじゃない。ステージで？え、もしかしてライブの衣装として着るってこと？そういうこと。浴衣とステージ衣装は似てるんでしょ。何にも問題ないわ。似てるのは服じゃなくて着た時の気持ちの方だよ。そのままの状態でもいいし、ライブ用にカスタマイズしてもいいわよね。あ、でも裾はもっと短くした方が踊りやすいかしら。あー、考えてたら私も着たくなってきた。決めたわ、夏が終わる前に浴衣でライブやるわよ。ほ、本当にやるの？冗談でこんなこと言うわけないでしょ。興味ない？可愛い浴衣で世界中に歌を届けるの、それってすごく、すごく楽しそう。緊急ミーティングよ、花よ、みんなを集めなさい。うん。今年の夏はミューズがとびっきり熱いハートを届けてあげるわ。待っててね、世界のニコニーファンたち。